それでは足を踏み出していくときに、このように膝が割れてしまう選手の改善方法をお伝えします。まず軸足に乗せて足を踏み込み足を前に出していくときに、このように膝が開いてしまうと、どうしても体全体の開きになってしまいます。ですのでしっかりと膝を閉じた状態で足を前に出していくようにしましょう。練習方法としては、後ろ足に体重を乗せます。そして後ろ足に体重を乗せた状態で足を踏み込んでいくのですが、その時にこのように膝を内側にひねりながら出していくようにしましょう。そして注意点としては、膝を内側にひねること、そしてつま先側から着地してくること、この2点に注意しながら練習していきましょう。それでは練習していきます。Is ball one.